平成1年です。今日はですね、まあ、キューボもね近いんでね、エイサーの話をしたいなと思います。まあ、沖縄って言ったらね、まあ、あのキューボンで旧暦でねお盆やるんですけれども、そのお盆のっていうのはね、まあ、道ジュネとかね、まあ、その次の週とか前頭エイサーっていう形で、まあ、もうお盆って言ったらもうエイサーっていうぐらいね、うん、沖縄でもまあエイサー、もうお盆の時期ってのはエイサーすごい盛り上がるんですけれども、まあ、このね動画見てもらったら、エイサーのね、まあ、もっと楽しめるかなと思ってるので、まあ、ちょっとエイサーのねまず歴史からねちょっと話していこうかなと思います。はい。で、まあ、エイサーのね起源っていうのはしっかりよくは分かっていないんですよ、まだ、うん、ただただね諸説あるんですけれども、一番有力って言われているのが琉球王朝時代にね浄土宗から来た念仏踊りっていうものが一応起源じゃないかっていうのがね有力な説です。まあ、念仏踊りってどうなのかっていうのは、まあ、念仏を唱えながらね地域回るわけですよね。それはまあ踊り歌いながらまあ回るというものが、まあ、念仏踊り歌、まあ、ね、念仏歌とかね歌ねとか歌念仏とかいろいろ言われてるみたいなんですけど、まあそういった形のものが起源じゃないかって言われてて、その歌ってたのが今のね餌でいうチョンダラ、顔白く塗ってからね盛り上げてるのがいるじゃないですか。チョンダラがもともとそれやってたんじゃないかってことでね、昔のね資料とかのね組踊りとかそういったもの、沖縄のね組踊りとかの題材とかにもなってたりとかして、すごいね芸能ではね、沖縄の芸能ではすごい重要な、ね、役割を持ってたっていうのがチョンダラなんですけれども、そのチョンダラの役やってた人がまあ念仏歌いながらね練り歩いてたんじゃないかっていうのがね一番の説です。で、そこからその歌いながら念仏をね唱えながら歩くじゃないですか。そこにね民謡曲とかを入れ出していくんですよね。多分まあそうする当時のね人たちってすごい盛り上がって、でそれが流行っていくんですよね。これが沖縄の北部名護市とか、まあ、本部とかね美ら海水族館とかあるところ、あの辺りっていうの北部一帯が、ね、すごい盛り上がってきて、でこれがね中部下の方にどんどん降りてきてから、でそれでに沖縄全島でね流行っていったっていうのがあります。これが戦前の話ですね。まあ、明治時代ぐらいまでの話なんですよね。だから各地域でね民謡曲入れながら念仏歌いながら唱えながらね待つわけですね。でただまあ 戦争時はねもうちょっとやめダメよと、エイサーやったらダメよってことでね一時もう やらなかった時期があるんですけれども、そこからまあ終戦してね、でそれからまあ各地域でまたやってたんですが、そこでね小座市、今の沖縄市ですね、で小座市がね小座のねエイサーコンクールっていうのを開いてまた盛り上がっていくんですよ。でこのその時ってね、まあ、1954年、56年からスタートするんですけど、コザ、エイサーコンクールね、がスタートするんですけど、その時っていうのは、どんなですか、みんな、沖縄ってどんな時だったかっていうのは想像できますかね。その時っていうのは、まだね、沖縄はね、アメリカだったんですよ。うん、日本にね、返還されるのが1972年なので、1956年っていうとね、まだアメリカの時代なんですね。だから右側通行してるし、外車乗ってるし、まあドル使ってるしね、うん、みんなドルですよ、円使ってないんですよ。でその時ね、アメリカなんですけれども、まあうちなんちはねみんなねエイサーでね戦後復興ってことでね、でもうシンボルとしてエイサーみんなやってて、で盛り上がってたわけですね。うん、あ、ちょっと面白いですよね。まあ、やっぱねアメリカになっててもね、やっぱうちなんちの伝統っていうのはねずっとね繋がってるんだなっていうのがねよくわかるなっていうことなんですけど、でそこでまあアメリカ軍からね、小座市ってアメリカ軍すごい近いので、今でもゲート通りってありますけど基地がすごい近いんですよ。でその基地からねみんな出て、軍人の人たちが出てきてね、でそれでいっぱい遊んでたんで、すごい商売がね潤ってたんですね、小座市っていうのは。だけど1950年代ぐらいにねこのね外に出たらダメよと、軍人の人たち外出たらダメよ、もう軍から出たらダメよってなったんで、もう全然もう商売が立ち行かなくなったりとかして、もう落ち込んでたんですよね、すごい。だからそれを小座市がもうまたもう一回盛り上げようってことでね、それでエイサー、まあ、復興の戦後復興のねシンボルだったエイサーで盛り上げていこうってことでコンクールやるんですよ。でそこからねコンクールやるって言って、まあみんなね青年会集めるわけですね。各地域の青年会がやってるので集めてやりだすと、今までみたいにねこの念仏歌いながら民謡曲だけじゃね優劣もつかんし、もうなんていうんですか、
見てやってる人たちもこれだったらもっとどんどんね良くしていこうってことでね、取りたいじゃないですか。やっぱどんどんみんな勝負していくんで、どんどん変わっていくわけです。見せるエイサーに変わっていくわけですね。だからそこで、例えば大人数でやるんで隊列綺麗に並ぼうとか、どんなったら綺麗に見えるかなとか、美しく踊ろうとかね、でテンポ上げてみようとか、そんな感じで見せるエイサーになっていくわけですね。でそれが一番大きなのが締め太鼓です。太鼓使うわけですね、大太鼓とかありますよね今ね、大太鼓とか締め太鼓使って音もすごく鳴らして、で美しく踊って、で技とかね、テンポよくとか、そういう感じでやっていって、どんどん盛り上がっていくと。で22回コンクールやるんですけれども、その中で一番有名にしたのが損田青年会です。今でもすごい有名で青年会ですけれども、損田青年会ですね。もうその21回中7回優勝してる、すごい、今のね、もう締め台、大太鼓とかね、そういうのの象徴を最初に作ったと言われてるようなところなんですけど、そこがもうすごい強くて、で、有名になってきたというのが、そんな青年会ですね。で、そこから、エイサーのコンクールっていうのが終わるんですけど、それが変わったのが、みんなが知ってる全島エイサー祭りです。祭りに変わったんですね。もうコンクールでね、もうどんどんいろいろ審査も大変だし、分かりにくいしね、なんでこんななったばって言ってね、青年会で怒ったりとかね、いろいろあったので、もうこれ祭りにしようってことで、全島エイサー祭りに変わっていったっていうのがね、コンクールからの歴史なんですね。で、その、そんな青年会がどんどん盛り上がっていったときに、1970年のね、大阪万博でエイサー披露するってことになって、その時に120名のね、大規模なね、エイサーを、披露、演舞してね、そこでまた注目が浴びて、すごい、みんながね、各青年会とかもみんな知るようになってね、で、それで、大規模な、そんな青年会みたいなエイサーしようってことね、すごいまた盛り上がるわけです。で、そこからはエイサー祭りになって、ってなるんですけど、80年代に入ってくると、ちょっとね、この青年会、地域の青年会の人たちの、エイサーってちょっと下火になってくるんですよね。で僕もね、80年代、90年代ぐらいなんですけど、その当時でも確かにね、青年会にみんな入りたいっていう感じはなかったです。で、その時は、僕らも、あれですけど、創作エイサーっていうのがどんどん出てきてました。琉球国祭り太鼓とかね、東京でもやってますよね。あと沖縄だと琉球村とか、こういう観光施設とかでやってる、ちょっとね、伝統のエイサーに、空手とか、オリジナルの曲とか入れてね、で、ちょっとポップな感じのものをやり出した、作ってね、演劇団みたいな形です、なんですかね。で、そうすると、これって年中できますし、エイサー。年齢とかね、地域の人とかを問わずにね、入れるんでね、人気になったわけですね。で、全国でもやってという形で。で、青年会っていうのはもちろん地域でね、決められてるので、地域の人たちが入って、で、若い人たちが入ってやるっていう形なんで、ちょっとね、やりたくてもできんとか。で、もうちょっと言うとね、これあんまり書かれてないんですけど、僕なんか、その下火になってきた時っていうのは、どっちかっていうとね、ヤンキーの人たちが入るような感じだったんですよ。地域でやるんで、で夜から練習したりとかするんでね、集まってきてから、学校とか、仕事終わってから集まってきたらね、でも練習ちょっとやって、でお酒飲んでから、で夜までお酒飲んでっていう集まりの場所になってたんですよね。だからちょっとね、先輩、シージャーの人たちと一緒に飲むと。で、飲まされる。で、また次の日も仕事行けんとかね、もう二日酔いで行くとか、そういうのがずっと繰り返されてるんで、ヤンキーの人たちが入っていって、上下関係も厳しくてという形なんで、どっちかっていうとね、青年会とか入るのっていう感じだったんですよ。大変だよっていう。僕なんかもね、ちょっとだけ入ってましたけど、大変でした、本当に。だから、やっぱり青年会っていうのの、印象っていうのが悪くなるわけですよね。女の子とかも夜で歩くとかね。そういう感じだったんで、あんまりその当時の時っていうのは、青年会っていうものがみんなのね、伝統芸能ですごいいい感じだっていうのがね、ちょっとね、違った形になってたっていうのがね、青年会の、その当時のことです。ただ、そこから、そこから90年代になってくると、観光がどんどん盛り上がってくるので、観光として、伝統芸能としてのエイサーっていうのがすごい注目されましたよね。だからみんなでね、今で言うね、国際通りの1万人エイサーとかね、これ県外からもいっぱい来るじゃないですか。で、全島エイサーとかもそうですけど、県外からもいっぱい見に来ますよね。
まあ、道ジュネとかでも見に来るっていう感じなんで、そういうのが、まあ、また観光でね盛り上がってきたっていうのが今現時点でのエーサーの感じなのかなと思いますね。うん、だから、まあ、今見に来る時もエーサー見る時もね、あ、これ太鼓とか昔なかったんだなとかって思うと面白いと思いますし、あとね、まあ、違う動画もちょっと出そうと思ってるんですけども、まあ、注目した方がいい、まあ、青年会とかね、あと今のねこの太鼓、前頭エーサーとかでやってる太鼓っていうのは、さっきの歴史でも言いましたけど、沖縄市小座が作ったような形なんですよね。だから実際は各地で流行った、あの各地でね、あの念仏踊りをやってた時っていうのは各地だったので、その各地 で受け継がれているあのエイサーっていうのがあるんですよ。例えば手踊りしかしない、うん、太鼓とか使わないよっていう踊りもあれば、パーランクっていうちっちゃい太鼓だけでやるよとかね、そういうものがまだ今でももちろん残っていて、それにまた見るとね全然面白い、あの違った見方ができますんで、前頭エイサーっていうと、もうそんな青年会みたいなね、ああいうアップテンポでダイナミックでね、締め太鼓、あの太鼓大太鼓やって綺麗な形でやるっていうのが多いんですけれども、全然違ったエーサーもあるので、まあそういったね、形式、あの体型とか、そういったものが違うものとか、種類とかね、あとはまあ、あの注目のね、青年会とか、それに付随した青年会があるので、そういったのもまた紹介できればなと思います。はい。まああのね、エーサー時期、お盆の夏の時期ね、あのエーサー祭りとか、あと各地でもね、ちっちゃいエーサー祭りいっぱいやってますから、それ見に行くときはね、ぜひ参考にしてもらって、またより楽しんでほしいなと思います。はい。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。はい。